州二事堂リトルロック衛星画像リトルロックはアメリカ合衆国アーカンソー州の州都。同州の最大都市で人口は19万3524人。都市圏人口は約73万人である。同州中央部アーカンソー川の南岸に位置する。市名はアーカンソー川南岸に積み上げられた岩で河川交通のランドマークであったラパトットローチに由来する。 リトルロックは、北緯34度44分10秒、整形92度19分52秒、北緯34.73611度、整形92.33111度、34.73611-92.3311121市、大阪市と、ほぼ同位度にある。アメリカ合衆国統計局によると、リトルロック市は総面積302.5平方キロメートルである。 このうち301.0平方キロメートルが陸地で1.6平方キロメートルが水地域である。総面積の0.52%が水地域となっている。リトルロック市はアーカンソー州中央部、アーカンソー川の南岸に位置する。日本の小川が市を流れ、アーカンソー川に流れ込む。市の西側はアーカンソー州西部からオクラホマ州東部にまたがる。 和下産地の丘陵地帯である。地境の北西にはピナクル山とモウメルコがある。モウメルコはリトルロックの水道水源となっている。ノースリトルロック市はアーカンソー川の対岸に位置する。夕暮れの市街地クリントン記念館リトルロックは、州都のため、博物館、文化施設が充実している。また、豊かな自然環境を生かした施設も多く抱えている。 2000年現在の国勢調査で、リトルロック氏は人口183,133人、世帯数77,352、46,488家族が暮らしている。人口密度は608.5人平方キロメートルである。281.7件平方キロメートルの密度で84,793件の住宅が建っている。 同市の人口構成を人種別に見ると、白人55.07%、アフリカ系アメリカ人40.41%、インディアン0.27%、アジア人1.66%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種1.28%、および今月、本欠1.28%である。人口の2.67%はヒスパニック、または、 ラテン系である。同志の77,352世帯のうち、18歳未満の子供がいる世帯は28.6%、結婚、同居している世帯は40.5%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は16.1%、非家族世帯は39.9%である。単身世帯は33.8%、65歳以上の 老人一人暮らしの世帯は9.1%である。世帯の平均構成人数は2.30人、家族の平均構成人数は2.98人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳未満24.7%、18から24歳10.0%、25から44歳31.7%、 45から64歳22.0%、65歳以上11.6%となっている。年齢の中央値は34歳である。生費は女性100人当たり、男性89.2人である。18歳以上では女性100人当たり男性は85.0人である。同市の世帯の収入の中央値は37,572ベードルであり、 家族の収入の中央値は47,446ベイドルである。収入の中央値を性別で見ると、男性35,689ベイドルに対して、女性は26,802ベイドルである。同志の一人当たり収入は23,209ベイドルである。人口の14.3%は貧困線以下である。 18歳未満の20.9%及び65歳以上の9.0%は貧困線以下の生活を送っている。リトルロックの治安はあまり良い方ではなく、モーガンクイット農車の全米の危険な都市ランキングではたびたびワースト25に入る。同社2004年調査では23位、2005年調査では25位であった。特にパインブラフ市周辺の治安が悪く、 同社の全米で最も危険な都市圏ランキングでは1998年から2003年まで毎年ワースト1位であった。その後改善傾向にはあるものの2005年調査でもワースト11位であった。同年の調査ではリトルロック都市圏もワースト14位であった。2002年はパインブラフ都市圏のデータが提出されなかったためランキングには入っていない。 アーカンソー大学システム下の2校、アーカンソー大学リトルロック校とアーカンソー大学医学部がリトルロックに立地する。市の玄関口となる空港はリトルロックナショナル空港である。リトルロックは I-30、I-40 の2本の週間高速道路の合流点にあたる。I-30 はテキサス州ダラスフォートワースに通じている。I-40 は カリフォルニア州とノースカロライナ州を結び、大陸を横断する。西は、オクラホマシティへ、東は、メンフィスへと、それぞれ通じている。その他にもいくつかの高速道路が、リトルロック都市県内を走っている。I-530 は、リトルロックを起点とし、南東高のパインブラフ市に至る。アムトラックの駅があり、シカゴとロサンゼルスを、 サンアントニオ経由で結ぶテキサスイーグル号が停車する。シカゴ方面へは途中セントルイスを、サンアントニオ方面へは、ダラスをそれぞれ通る。グレーハウンドのバスターミナルは、ノースリトルロック市にある。ダラスニューオーリンズメンフィスセントルイスといった、主要都市のほか、温泉の枠保養都市、ホットスプリングス市へもバスの便がある。ダウンタウンには、リバーレール路面電車という路面電車が走っている。 また、アーカンソー中部交通局の運営する路線バスが都市圏内を縦横に走っている。ありがとうございます。